真弓ズミト真オ、マユズ真トシオ、マユ1929年2月20日から1997年4月10日は、日本の作曲家。戦後のクラシック音楽、現代音楽界を代表する音楽家の一人、東京芸術大学作曲家講師として、後進の育成にも当たった。神奈川県横浜市の生まれ、旧姓横浜市中、 原家長は現実希望が丘高等学校から1945年、東京音楽学校、現東京芸術大学に入学して、橋本国彦、池内智次郎、伊福部明に指示した。在学中は、ブルーコーツ等のジャズバンドで、ピアニストとして活動したほか、すでに映画音楽も多く手掛けている。1949年卒業、ルンバラプソディを作曲、ディベルティメントが、 卒業作品として演奏された。研究家進学。1951年研究家卒業。同年最初の国産カラーフィルムによる、総天然食映画、カルメン故郷に帰るで、武義町での同名の主題歌作曲を担当する。同年映画、奇郷で、毎日映画コンクール音楽賞を受賞。同年8月、フランス政府受け入れの留学生として、 音楽学校同級生の八代明を、別宮貞夫と共に、パリ国立高等音楽院に入学して、トニー・オーバンのクラスで学ぶが、教育内容への反発から1年で退学し、帰国した。1951年には、スフェノグラムが、イッサムに入選。1953年、芥川康ガダニ・イクマと共に、3人の会を結成する。以後作曲家として、 活動を始める。デビュー当初は、ドビュッシーやガーシュイン、ミオー、またガムランなどの南方音楽やモダンジャズの強い影響を受けていたが、留学後は、ミュージックコンクレート、電子音楽、バレーズの音楽様式、刑事の偶然性の音楽やプリペアドピアノなど、最新の前衛音楽の様式を次々と日本に紹介する。しかしそれらの西洋前衛音楽へのアプローチは、 構造的な理論よりは音響への興味を優先させた。特に電子音楽、ミュージックコンクレートなどの分野を当時いち早く日本の音楽界に導入している。映画音楽の一部では別名、中川洋一、作詞者として六条、隆、高挿入家の作曲者としてを使用している。元女優の桂木陽子は妻。演出家のまゆみりだろうは長男。 長男の嫁は、平吉恵。弟に、朝日新聞学芸部編集委員だった、真湯澄哲郎がいる。1954年11月21日、放送劇、ボクシング、三島幸夫台本文化放送にて放送。同作品で、芸術祭奨励賞。1955年11月27日、同年創設されたばかりの NHK。 電子音楽スタジオで日本最初の電子音楽による修作、素数比の系列による制限波の音楽、素数比の系列による変調波の音楽、区形波と虚子上波のインベンションを制作発表。1956年4月、クラビオリンやミュージカル層を大胆に使用した映画、赤線地帯、監督溝の口賢治について映画評論家、 津村秀ひでお週刊朝日市場で、音楽の失敗が響くと、国評差反論し、論争になる、赤線地帯論争。4月23日から18日間、カンヌ映画祭に参加。4月24日に、聖堂のキリスト、音楽眉住と塩が上映された。6月3日から10日、ストックホルムへ。 第30回イッサムに入選した、エクトプラスム演奏に立ち会う。セッションズから称賛される。1957年3月20日、音楽評論家吉田秀和を所長に20世紀音楽研究所を結成。1958年2月、吉街部落、1957年、幕末太陽伝、1957年によって、 第十二回毎日映画コンクール音楽賞受賞。1958年4月2日、眉積の代表作となった、ネハン公共曲を三人の会にて初演した。声明を模した男性合唱を取り入れ、さらに鐘の音を NHK 電子音楽スタジオで音響スペクトル解析した上オケスラで再現した。カンパノロジーエフェクトと自ら呼んだ、このアイデアは、 くしくも現在フランスの現代音楽シーンの主流を占めるスペクトル学派の一人、ミュラユーの還元楽曲、ゴンドワナ約20年先取りするものであった。その後、マユズミはこのカンパノロジーエフェクトをテープ音楽などでいくつか試みはしたものの、生楽器音楽、テープ音楽両者の間に直接の交流は行われていない。むしろ、 マユズミの関心はこの曲が示していた音響的な興味へのアプローチよりは、この曲を境に、日本的な素材、思想への関心へと回帰し、さらに大乗仏教思想、保守的政治思想へと発展した。そのような傾向の代表作として、三島由紀を、金閣寺を原作とするオペラがある。また同じ原作の映画、炎上も、音楽担当した。現代音楽など、 クラシック関係以外の音楽では、赤線地帯、豚と、軍艦、天地創造、黒部の太陽など、多くの映画音楽を手掛けたほか、日本テレビの NNN ニュースのテーマ曲などを作曲している。また、同じく、日本テレビのスポーツ番組のテーマ曲である、スポーツ更新曲、別名、NTV スポーツのテーマは、日本でも珍しいオーケストラ用更新曲の名作である。 その他にも関東 UHF 局のアサヒフラッシュニュースのオープニングテーマソングであるアサヒニューストップタイトルのための音楽や仏教、初秋派のためにカンタータなどの作曲を手掛けるな、現代の音楽の作曲家としても活動した。1964年10月10日よりの第18回夏季オリンピック東京大会開会式の際、式典開幕前に、 国立霞ヶ丘競技場の場内に流れた電子音楽、オリンピックカンパのロジー、オリンピックの鐘を作曲し、記録映画の音楽も真悠積が担当した。同年より、クラシック音楽番組、題名のない音楽会の司会を務め、広く周知された。同番組は、東京12チャンネルで放送開始され、後にネットテレビ、現在のテレビ朝日に移籍した珍しい経緯がある。 1965年3月映画東京オリンピック音楽監督眉積年を映画天地創造の音楽作曲のためにローマ滞在3月に依頼の電話が入り何度か打ち合わせにローマへ4月5月中旬から8月9月に10日ほど帰国10月7日から眉積作曲部分の録音が 開始、11月末まで作曲と録音が続いた。5月15日、君も出世ができるで、第12回アジア映画祭音楽部門賞受賞。5月28日、打楽器競争曲をローマにて完成。同曲は7月11日アメリカで初演。1967年、2月16日、部学が、第15回小高賞受賞。月、映画、 天地創造により、アメリカ映画アカデミー賞にノミネート。1967年度、ゴールデングローブ賞受賞。1968年、題名のない音楽会と、NNN ワイドニュースの司会に対して、第5回ギャラクシー賞を受賞。1958年には、石原慎太郎、江藤敦、大江健三郎、谷川俊太郎、寺山修司、A 六助。 福田義幸ら若手文化人らと若い日本の会を結成し、60年安保改定反対運動に参加した。1970年代前後に、学団では珍しく保守派文化人となり、1970年代後半に結成され、論権、改憲を提唱する日本を守る国民会議議長を務めた、現、日本会議。だが、 このような保守的政治運動のために、左派色が強い楽団からは事実上排斥され、後期の作品は生活のために書いた上記の宗教音楽や実用音楽などが主となり、二曲の歌劇、金閣寺と古事記などを除き、純音楽の創作は極端に少なくなった。1977年夏に保守派の活動を通じ進行があった中川一郎。 当時自民党国民運動本部長の要請を受けて新たに創設された党遊組織自由社会を守る国民会議自由国民会議の初代代表に就任しみ務めた。なお1992年月に国民会議議長として宮沢内閣官房長官であった加藤孝一らが中心に進めた天皇皇后の法中反対国民運動の先頭に立ち中川や 自身の共通の親友、石原慎太郎や、中川の長男中川翔一、平沼武夫中川の秘書でもあったらと共闘した。1960年代以前の映画音楽などでは、左翼色の濃い作品にも多く関わっている。1982年4月22日、オラトリオ、日蓮聖人初演。10月18日、サントリー作曲家の古典、まゆずみで、 ネハン公共局と演奏会形式でのオペラ、金閣寺日本初演。1983年5月4日、アゴン州移植によるおさらぎ参加初演。1986年4月16日、バレエ、ザカブキ初演。同作品は、パリオペラザ、ミラノスカラザ、ウィーン国立歌劇場、ベルリン国立歌劇場、ボリショイ劇場、 マリンスキー劇場東海外の劇場でも喝采を受け、世界中で150回以上の上演回数22万人が鑑賞している。1991年3月8日、舞台形式によるオペラ、金閣寺日本初演。1993年7月16日、オペラ、古事記完成。7月31日、バレエ、M 初演。 1997年4月10日、肺を原発層とする定員性肝腫瘍による肝不全のため入院中の神奈川県川崎市内の総合新川橋病院にて成居した。墓所は神奈川県にある総当集大、元山里下も寺の境内墓地。改名は、伊藤院、ん、遊学明貧子寺。1997年4月13日、テレビ朝日。 題名のない音楽会で追悼放送。司会と懇談は岩木博之、a 六助ほか、涅槃公共局の抜粋ビデオが紹介され、チェロ独奏曲、文楽が演奏された。同番組は4月分まで真湯済みの生前に収録した録画ストックを放送した。その後半年の a 六助の代理司会を経て10月にリニューアルした。 1997年11月27日、29日、大阪音楽大学ザカレッジオペラハウスで、オペラ、金閣寺上演、真ゆずみとの追悼公演となった。n h k 衛星、第二テレビでも後日放送された。1998年7月2日、真ゆずみと追悼演奏会で、シンフォニックムード、トーンピレロマス55、主。 涅槃公共曲を演奏。岩木博之式。東京混声合唱団。東京公共楽団。NHK 衛星。第2テレビ。NHKFM でも後日放送された。1998年8月31日。未完絶筆作品。パッサカリア初演。完成部分まで。演奏時間4分。続けて2度上演。岩城博之式。 オーケストラアンサンブル金沢第67回定期公演 NHK で後日放送された生都市順楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。